今回は俳優で空手家だった石橋正史さんについて紹介したいと思います。石橋さんは1933年1月4日生まれ。本名は石橋正美さん。石橋さんは台湾で生まれ、終戦後家族で福岡に引っ越しました。 日本大学芸術学部を卒業すると同時に、文化座演劇研究所、文学座付属演劇研究所に入り、俳優になることを志します。やがて劇団員となった石橋さんですが、当初はアルバイトをして生活していたそうです。八百屋やパチンコ店の店員、空手の師範代など、 様々なアルバイトを経験した石橋さん。この頃の苦労が伺えますよね。その後、演劇、その人を知らずや、炎の人などの舞台に立ち、舞台俳優として活躍していき、1964年に劇団文化座を退団すると、映画などでも活躍するようになりました。 石橋正史さんといえば悪役として有名ですが、その転機となった作品は、1973年の千葉真一さん主演の映画、ボディーガード牙必殺三角飛びでした。この映画の撮影で、すでに別の人が撮り終えていた格闘シーンを見て、迫力が足りないと思った立石の ひよコウさんが石橋さんを推薦したことで、石橋さんがこの映画に出演するきっかけとなりました。当時俳優としても活動していたひよさんは、特別機動捜査隊で石橋さんと共演しており、作中での対決シーンでの石橋さんのアクションを覚えていたそうです。 急遽決まった役だったため、石橋さんのギャラはとても少なかったそうですが、それでも彼は、この作品をきっかけに自分のことを知ってもらえたらと引き受けたそうです。見事、その決闘シーンが各方面から評価を受け、1974年、同じく千葉真一さん主演の 激突殺人権では、千葉さんから直接出演オファーがあり、敵役に抜擢され、この作品では全ての格闘シーンに立ち会うなど、スタッフとしても活躍しました。以降、石橋さんは数多くの空手映画に出演しています。苦労してきた中で続けてきた空手が、 俳優としても役立ったということですね。石橋さんがどのくらい空手に精通していたか知らない方も多いと思いますが、石橋さんは空手家としても有名でした。幼い頃は軍人だった父親に柔道と剣道を学んでおり、中学時代と高校時代は柔道部に所属。 戦後の日本では野球などが流行っていて、少年だった石橋さんも興味があったそうですが、台湾から引き上げてきた石橋家は、それほど裕福ではなかったため、柔道着のみで競技ができる柔道部に入ったそうです。大学進学後に、五十流の空手道場に通うようになると、日本大学、 五十流空手部の首相を務めるようになり、卒業後は師範として指導をしていました。通称極神空手と呼ばれる極神会館を設立した大山増達さんと石橋さんは先輩後輩の中で、極神会館の前身団体である大山道場でも師範代を務めていました。 段位で言うと、五十竜八段、極真空手七段という腕前です。創設者の大山さんが十段で、その弟子は最高で九段までしか商談できないとされているので、七段というのはとても高いと言えますね。石橋さんの組手スタイルは、まさに工房一体の組手を体現していた。 円を描くような流暢な組手と言われ、足技を得意としていました。大山道場で指導していた時には、道場破りを石橋さん自ら撃退したというエピソードなども残されているそうです。石橋さんは空手家としても道を極めていたということですね。プライベートでは結婚していて、 息子が一人います。結婚時期や奥様については詳しいことはわかりませんでしたが、息子さんは石橋哲郎さんといい、2001年より文学座に所属し、俳優として舞台を中心に活動しています。哲郎さんも父である石橋さんの影響を受けて、 俳優になったのかもしれませんね。石橋さんは映画以外にもテレビドラマでも仇役として多くの作品に出演していて、TBS ドラマ水戸公門では悪大官や悪徳商人などの役でゲスト出演を何度もしています。さらに特撮戦隊ヒーローものの悪役としても、 バトルフィーバー J や科学戦隊ダイナマン、高速戦隊ターボレンジャーなど6回にわたり出演。石橋さんが最初に悪役を引き受けた作品はジャッカー電撃隊のアイアンクロー役。全身銀色でスキンヘッドの悪役は当時の子供たちに大きなインパクトを与えました。 当時、息子の哲郎さんがまだ小さかったことから、子供が学校でいじめられたらどうしようと悪役を引き受けるかどうか悩んだそうです。しかし、やるからにはポリシーを持ってやろうと引き受けることを決意し、見ている子供が興味を持つ悪役を演じること、決して子供たちに 不快感を与える存在であってはいけないことということを意識して演じていたそうです。今でも石橋さんの演じていた悪役のファンの方は多いと思います。まさに名悪役といったところでしょうか。2012年に NHK の時代劇を最後にテレビでは見かけなくなりましたが、その後も 空手の稽古を続けており、指導することもあったと言います。そんな石橋さんですが、2018年4月に感染症で入院をすると、その後も体調が優れず、12月に心不全で亡くなりました。10月に自身のブログで、今年に入ってから体調が優れず足腰が弱り、 少しでも調子を取り戻すべく、道場に通って、皆から元気をもらおうとしているが、なかなか調子が戻らず、じいさん頑張ります、と語っていた矢先のことでした。本当に最後まで空手を続けていたんですね。息子である哲郎さんは、ブログにて、人生今日も命がけ、や、 負けてたまるか、など、書いても普段口に出すことはありませんでした。ひたすら辛抱強く生きた人でした、と語っています。辛抱強く努力する姿を、息子である哲郎さんはずっと見ていたのかもしれませんね。極心会感からも、入話で温厚な人柄で、とても文下生に慕われた方でした。 と、石橋さんの優しい人柄が表されているコメントが出ています。芸能界でも空手界でも活躍した石橋さん。そのかっこよく親しまれた悪役の姿を、いつまでも忘れずにいたいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。